クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さて、それでは今回は制作動画、うわ結構なんか画質がガビガビしてるかな、もしかしたら、いろんなことを試してですね、今回はこれはちょっとボツっぽいぞ、どうしようかな、このままいきましょうか。ラジオ動画だと思ってもらったらいいかなと。長いです今回。もうほぼね形は出来上がってて、 YouTube ショートの方である程度載せてたかと思うんですけど、塗装から、塗装白が終わったところからかな、今回は、紹介したいなと思ってまして、まずはね、どれから行こうか。手元撮影について今回ちょっといろいろ調べてたんですけど、もうほんま低いレベルでね、今手元撮影っていうと、まあなんか僕らみたいなこう造形何か、を作る人たち、ガンプラとかもそうですよね、手元撮影して、それもなんかかっこよくみんな、動画作っておられるかなと思うんですけど、僕も手元撮影ってもうここ8年間の中でいろんなやり方試してきて、結局まあ一番いいとされてるのは、スマホ、 iPhone で撮影するのがいいって言われてて、多分めちゃくちゃいいと思います。ただ iPhone やっぱり高いから、僕もともと契約とかもね、マイネオの一番安いやつにしてるし、 iPhone おそらく性能活かせるほど詳しくないしね、ということで Android のちょっとだけいいやつねのをこの撮影専用に使ってて、手元撮影してたんですけど、ポケスリのせいでほとんどそのスマートフォン寝かしてないと、10時間寝かしてないといけないんで、そこの矛盾があって、で今ちょっと撮影、手元撮影っていうのがなかなかできない。もともと僕手元撮影反対派なんですよね。なんかそれはどうでもいいやんと思ってて、完成してからがって思ってたけど、実際完成した動画を YouTube に上げてもその収益出るぐらいの時間撮影できないんで、やっぱり制作過程載せる方がいいなということで、手元撮影はしてみたかったんですけど、まあややこしい、めちゃくちゃ手元撮影って今回ややこしくて、 GoPro とかももちろんあるし、ただちょっと GoPro に関しては今回調べへんかったな。そういえば基本今は手元撮影用の手元カメラが出てるんですね。ウェブカメラのまあ固定版みたいなやつが出てるんですけど、それが意外に3種類ぐらいしかないのかな。でこの時代に 4K 非対応なんですよ、どれも。画質的にちょっときついかなと。で、1個だけ 4K 対応があるんですけど、それの宣伝広告の動画ね、の画質が悪いんですよ。いやいやって、手元の画質ガビガビやし、まあ今ちょっとそれに近いけど、だから、いや、それはちょっと困るなぁと思って、今どうしようかなと思ってるところなんですけど、まあ、それやったら、2万ぐらいするんかな、手元カメラがね。同じ値段で多分 Android のスマホ1台買えるから、でも2万円やったら高画質にはならんかな。ただ手元撮影用のやつをやめようと思って、今回ね、高いから2万円払うのも嫌やし、で画質も悪いんやったら、今あるそのポケモンスリープ用のスマホ、これをもうポケスリの時間もずらして、普段から手元撮影に昼間使おうと思って、今日これがそのポケスリのスマホなんですけど、3時間ぐらいかかったかな、この30分の動画に。ガード30分で動画を撮影するとむちゃくちゃ重たくなるんですよ。で処理が終わらない、その動画の処理が終わらないので、スマホを直接、PC につないでも、PC 上にその撮影した動画が表示されないんですね。もちろん1日置いといたら表示されるかもしれないけど、とにかく処理が終わらないので、でその動画を例えば Google に上げようとすると重たすぎるんですよ、今度は。重たすぎて上がらないんです。多分1時間か2時間ぐらい放置したら上がるかなと思うんですけど、とにかく上がらないんで、映すことも上げることもできない状態になるんですね。でどうしたものかと。で、一
旦その今の処理自体を止めたいからって思ったけど、 Google フォトって止める方法ないんですよ。だから一旦ゴミ箱入れたれと思ってゴミ箱に入れたんですよ。 Google フォト内のゴミ箱にこの今撮影した動画ね、この動画を入れて処理を止めて、で処理さえ止まればパソコンの方で写せるんで、ということを試したところ、なんとゴミ箱に入れた動画って画質が重いと今度復元できないんですよ。戻すことができませんってなって、でパソコン側からもやっぱり拾えない、処理に終わってない動画ってのは拾えないので、もう本当に前にも後ろにも引けない、進めないっていう状態になって、これはどうしたものかとで考えました。これめっちゃ珍しいです。 Google フォトの Google フォトでよかったかなの、ゴミ箱を撮影しています。この動画わかる？ゴミ箱で再生された画面を、パソコンで、スマホで拾って画面録画して、でその画面録画したデータをパソコンに戻してきてるんで、なんていうんかな、あれ何昔のビデオ、悪いやつ、ダビングみたいな感じかな、古い、ダビングの手法みたいな感じになってるんちゃうかな。だから元の画像の、処理を落としたゴミ箱のそれを写した、画面録画のそれを写したパソコンの映像を今流しております。しんどいやっぱりちょっとスマホでのデータ、大容量データのやり取りっていうのがちょっとわからんので、特にまあマイネオの端末使ってるのも関係してるかもしれないけどね、 Wi-Fi が弱いのかどれが、今回の要因かっていうと、まあ全部やと思うけど、もうこんなことしたくないんでウェブカメラを買います。昔一回買ったの安いやつで、ね、3000くらいのやつ買ったけど、ガビガビで、あれもまた難しかった。さあそれでは作品作りの方、これ弱い黄色を塗ってるんで、良くないですね。もともと自分の中でやっぱり黄色塗るときは下地塗らなとは思ってるんですけど、まあもうちょっと撮影も始めたし、流れで無理くりちょっと上から置いていく感じ、こう塗ると、透けちゃうんで下地が、だから上からこう絵の具をどんどん置いていって塊にすると、実際このやり方をするとこう割れてきたりとかムラムラになったりとかねするから、置くやり方はあまり良くないんですけど、まあもうええわ思って、今回テストでね注文が来たら作ればいいじゃんって思ってやってみたんですけど、これまあちょっとこの後修正かけます。これではちょっとやはりこの毛先の部分とかがね、黒が残ってるんですね。下に黒がある黄色、よくこれなんか絵の授業とかでも最初にキャンバスに、真っ黄色にキャンバスを塗りなさいとかって授業であったんですけど、授業って言っても小学、中学校かなぐらいですけど、僕美術なかったんで、まあそれで、何の意味があるんかな、上から塗りつぶすのにって当時は思ってたけど、やっぱりこういう明るい色塗ろうと思ったら、下地、まあ白に近い、白と黄色が混ざってるものを使うのが一番いいんですけど、何か下地は入れないといけなかったなっていうのが、今回の反省ですね。でまあそうね、あの武器とかも本当は持たせたくない、折れちゃうんで、実際これ一回落として折れたんちゃうかな、本当は最後にくっつけたいけど、そうすると塗る作業が2回に分かれてしまうんですよね。その塗って取り付けて塗るっていう作業が入るから、できたらまあ、うん、別々に塗ってしまう、まあ、できんこともないけどね、別々に塗ったら持つとこないからなかなか難しいかな、塗るのがね。これ何取って、絵の具かな、絵の具を取って、ちょっと待ってくださいね、熱いな、パソコンがそろそろ限界を筆が、まあこの筆はほんまに長持ちしてますね、安物やのに。あかんやつ一撃アウトですからね。でこれ、金銀絵の具の、もう昔は何の意味もなかった絵の具の種類ですね。あの金でも銀でもなかったですね。昔は黄色にラメが入ってたり、あれは何、ネズミ色にラメが入ってるのが金や銀やって、
よく言ってて、いやあまりにもひどいやろっていうところだったんですけど、今のこう絵の具の金銀ってかなり、うん、こうそれっぽく見えるので十分やなと思ってます。もちろんもっともっと確実に、鉄っぽいものにしたりすることも今はできるみたい。僕買ってないけど、なんか一本数千円とかもっとかな、なんかとんでもない額の塗料出てるんでしょ。それもバンダイとかなんかプラモデルのメーカーからガンダムのカラーの銀シルバー、一時期ちょっと話題になってたけど、それでも品薄になったのかな。あのガンプラ周りはね、どうしてもちょっといいものは出るけど高いし手に入らないしっていうぐちゃぐちゃの状態ですよね。非常にもったいない。せっかくねいいの出てんのに。でも見る限りではこれでいいし、マッキーの金銀も今むっちゃいいですよ。本当によくできてるから。昔はあのシルバーカッパー、シルバーじゃない、ごめんなさい、ブロンズカッパーっていうのを出そうと思った。ほんまなんかどれぐらいの量、めっちゃちょっと、なんかヤクルトの3分の1ぐらい、もっと少ないかなの量で、なんかもう数千円とかで高かったんですよね。その粒子の細かいやつを使おうと思ったら。それでもねやっぱり結局なんかラメが細かいだけで、シルバーにもブロンズにもゴールドにも見えないっていう感じだったんですけど、今は本当に手頃に買える200、300円のシルバーゴールドでもね十分な完成度やなと思って見てます。まあ、もちろんもっと目の詰まったものもね出てるんで、それも使いながら、どうかな、プラモデルメーカー、プラモデルのこの工具を作ってる、工具画材を作ってるメーカーはもちろんですけど、シンプルにその、文具メーカーの方が強いかなって。ものがね、あのプラモデルメーカーは個人が多い、個人というかちっちゃい会社が多いイメージがあるけどな。もちろんバンダイとか別ですよ、タミヤとかバンダイを除いて、こういう画材系はね、もしかしたら質が赤な画材屋さんの画材かな。あんまり絵のないイメージあるけどな、どうかな、どこから下ろしてんのか分からんけど、まあまあ、でも一番はアマゾンで僕が買ったどこの国か分からん絵の具が一番質が悪いと思うけど、まあ隠蔽力はあるかな。シルバーね、これは本当に表現できたらかっこいいし、でもあくまでやっぱり今再現度がすごいレベルになってきてるから、最後はそこじゃなくなってくるのかなって。あのあれ何 VTuber が僕の中ではやっぱりちょっと違和感があったんですよ。昔のバーチャファイターとかわかるかな、みたいな、こうカクカクしたやつがこう動いてて、それがリアルやみたいな感じが、今はまあ平面で横に首振ったりとか、超半立体みたいな感じになったけど、今あれでしょ、リアル VTuber って出てるでしょ、なんか人に見えるなんかすごい世界になっていくなって。だから再現度っていうのはどこまでもね、突き詰めていったらもう実写でええんちゃうかってなるとは思うけど、顔出した方が安心感あるように、 VTuber もまあああいうキャラクターが横にいるだけでね、うちもいるんですけどね、あんま誰も見ないだけでね、一応あるのはあるんですけど、リアルは追いかけると大変かなって。ロン・ミュエックかな、あの人の作品見た時にもうリアルを追求し尽くしたものっていう感じがしたから、だからまあまあ、あのチープな絵の具で、あえてねやるのであればいいのかなと思うかな。なんか最初から100均の何々でやってみたとかはちょっとその頑張りがね、いろいろ頑張ってみて、もちろん高い絵の具も使ってみてのこう削ぎ落としていく意味で、シルバーはこのシルバーでも活かせればいいんだよっていうところに持っていくのがいいのかな。まあこれどうしようかね、今回のシリーズ販売の準備してるんやけど、何分この販売に関してはね勢いを感じないですね。どんどん誰も見ないしね、自分の予想ではこうツイッターもね、もうちょっとこうあの見てくれる人が増えていくと思ってたんですけど、そんなことはなくて、そんなことはなかった。
難しいなって思う、本当に。ネットってわからんわ。その未だにやっぱりチャンネル登録者1人増やす方法はわからないし、どうやったら1人増えるんやろう、どうやったら高評価1押してもらえるんやろうと思うし、なんで低評価1つくんやろうとも思うし、わからんことだらけで、もううちなんか特に謎の2万人がいますからね。 2.8 でしょ、2.8 のうちの、2.5 万人知らない人がいる。2500はなんとなく、まあ今までやってきた流れかなと思ってるけど、ある日突然増えて、でまあ今減っていってるけどね。この辺はやっぱりちょっと、もうちょっとね、結果が欲しいですね。頑張りたいとこやね。もう少しこう広がってさえもらえれば、ね、販売人がね、まあまだまだやってみたいことはたくさんあるので、とことん詰めていってね、この作品たちが気に入ってもらえるところまでは持っていけたらなというふうには思っているかな。まあ、他も作ろうかなとも思うけど、もともとまあロボットで伸びてきたチャンネルではあるんでとは思うんやけども、勢いがあるときね、バーサスが伸びたりポケモンスリープが伸びたりしてるときって一番のブレーキなんですけどね、この制作の動画が。まあまあでも、粘り強く載せていきたいかな。細かい作業はこの辺も早送りしてもカットしようか、ちょっと飛ばしましょうか。さあ、ガサッと進めました。ほぼ差はないですけど、だいたいまあ何度も何層にも塗る作業かな。めっちゃこの作業が僕は早いです。普通は何時間置くとか半日置くとか、ガンプラやったらどれぐらいやったかな。あの人たちはエアブラシですけどね、エアブラシで丸一日置いたりとかもするんかな。ここはもうまだ乾く前に塗って、でもうあとあと固まって割れたりブヨブヨになったりとかねするんですけども、それはそれでええやと思ってやってるところはあるかな。なんかスピード感は欲しいですね、作る時のね。生きたスピードで作りたいなとは思うから、自分に合った性格のものね、綺麗に仕上がるのとまた別で、自分の作るペースに合う塗料とか接着剤とか工具を長年選んできたイメージかな、僕としてはね。でこれね、あの薄い、黄色と白が混ざったような色をもう一回塗り直してます。やっぱり髪の毛が乗り切ってないなということで、これすごい発色があるんですよ。しっかり定着力があるっていうんですか、もう最初の黒色は綺麗に消えてますよね。もちろん違和感はあるけど、その下の黄色と比べたらかなり白が多いんで、なんかこう最初からこうペンキをべちゃっと塗ったようなね仕上がりになってしまうんですけど、それでもまあ一度下地でこれを塗って固めてみようかなということでやっているところです。まあ本当にその時々の思いつきですね。もちろんそれが標準化されたら一番いいし、ね、標準化できたのかな。いやー、これ中指で薬指を押さえてんのかな、さっきみたいに指で押さえて右腕を安定させるというやり方をしてます。制作がね、もっと前回で高評価4とかかな。疲れて愛されてないわもう。まあやっぱり作ることをね注目してもらえるチャンネルになりたいし、これ一本にって思うんですよ毎回。その夜中にね、いろんなもの見ながら他の配信者さんとか見て、全然自分ではね太刀打ちできひんなと思うから、ゲーム実況とかは知識技術ね、それからまあいろんな周りとのつながりとか僕どれもないからやめようって思うんやけど、やっぱりそのゲーム実況もすごく重きを置いてやってきたところがあるし、いけるときはねどっちもいけると思う。そのこれを制作のみに絞ったチャンネルにしたから伸びるかっていうと、前にもちょっと話したけど、何か一本にしたらチャンネル登録者数って増えやすいです、ものすごく。あのそのファンの人がとりあえず、何やろう、例えば何がある、
ポケモンスリープだと、ポケモンスリープを好きな人はポケモンスリープの配信者さんを片っ端から登録する人も中にもいるんで、一旦はねポケモンスリープだっていうだけ登録してもらえたりするんですけど、やはりそこからもう一歩もう一歩ってなった時に、もうそのゲームの人気に完全に依存する形になってくるから、そうじゃなくてやっぱり自分が発信する側やっていう意識でやるなら、もういろんなことをやる方がハートは強いかなと思う。すごくしんどいんで、なのでまあ制作だけに絞らず、まあ、ネックはネックなんやけどね、あの、造形の王様クラフト&カッコクラフト&ゲームっていう名前が長いんですよ。なんか人のコメント欄にコメント書くときに引け目を感じる。なんかこいつ長ってなるじゃないですか、名前だけで。で Google 登録するときに、なんかパスワードじゃないあだ名をつけてくださいみたいな設定があるから、てっきりそのあだ名でそのコメントした時とかは反映されるんかなと思って、そのあだ名を造形の王様に変えたんですけど、そしたらやっぱりあのクラフト&ゲーム消えちゃって、できたらねそのコメントする時用の名前とか作れたらいいんですけどね、設定できたらね、いちいちあのアカウント切り替えるのもめんどくさいしね。まあめったコメントすることないですけど、これまた置いていく作業ですね。しかもめっちゃ早い。下地を塗ってから普通乾かすのに30分1時間とか置くんですけど、もう置かずにそのまま濡れてるこの水分を含んだ薄黄色の上から新しい黄色を塗るっていうね、いいでしょう。もうイライラしてるから早く完成しろって、こんな作業をしておりました。そうね、制作、まあ得意な分野もやりたいし、何にしてももうちょっと作品の方でいろんな人見てもらいたいですね。もちろんゲーム実況で自分なりの居場所は作りたいですけどね。今回まあこの、女の子キャラクターを試しにやってみたんです。昔ねドレスをやってて、またこれこの後やってみようかなとも思うんですけど、絶対ないやろと思いながら、もしかしたら化学反応が起きるかもしれないから、女体化ですね、造形の王様のお試しにやってみたというところです。面白いと思うけどね、これちょっと YouTube ショートで上げようと思ったんですけど、この動画撮影に3時間かかったんで忘れて、このままにしてしまったと。いやー、ちょっとだけコメント、優しいコメント前回くれはったけど、なかなか大変なこの境遇のもとでね、なんかコメントくださった方も大変やったみたいやけど、作家活動っていうのはすごく難しいです。例えばまあ無責任に大学生の間だけやって作家やって言うたらいいかもしれない、もちろんそれで一生懸命の人もいるけど、そうじゃなくて長くねこういう活動をしようと思ったら人にも迷惑かけるし、僕の場合はそれをもう家族が一手に受けてくれたんですけどね、結構まあ無責任な作家生活というのを、どうかな、まあここ出てすぐ働きながらやってたんで、めちゃくちゃエグかったですけど、まあその後ね何年も僕は、作家活動だけ専念してやらせてもらってきたんでね、そこでまあこうね、あんな大変なことになると思ってなかったから、家族みんながいなくなってしまうというね、あっという間に、まあ事故ですよね。誰をどうこうもできるわけではないけど、やっぱりこの作ることがあってよかったなと思うし、今もそれで頑張れてるから、何もかも失ってもやっぱり作るんやって驚いてるんですけどね。このことはやっぱり推していきたいですね。このために作ったチャンネルやし、誰も知らんと思うけど。とことん、まあこういうちょっと煩わしい動画を載せながら、アピールはしていきたいなと思っております。ということで、女性キャラクターですね。何週間回っていっぱい作ったら可愛く見えるかもね。ぜひぜひまた高評価、チャンネル登録の方も、ここまで見てないか。Twitch もね、やってるんで、もしよかったら見に来てくださいね。ではご視聴ありがとうございました。
人映像系の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたらぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。